何をやるかと言いますか、はい、題しまして推理しろこのお菓子が好きなのは誰でしょうです。まあ、お菓子がねこれからね出てきます。そのお菓子を好きな声優さんが誰なのか当てるという。なるほど。で今回はスタッフでショル君がリサーチしてくれまして、すごい、はい、ネットを駆使しました。なるほど、ネットで、そうそうそう、これはあくまで、ネット上で調べたものなので、もしかしたら誤情報だったりとか当時は好きだったけど、そんなにとかっていうものもあるかもしれない。あるかもしれない、確かに。正確な、これはね、ものとは判断しないでいただいて、まあ、あくまでもネット上でのデータということでございます。まあ、おいおい本人に確認できたらね、僕もしときます。はい。じゃあ、早速ですが、行ってみましょう。最初の一品目。はい。最初、ドン！豚麺！お菓子というか、ラーメン。そうだね。これを最初にちょっとね、食べていきたい。これどうでしょう。ちょっとまずお湯が沸くまでで今ちょっと水を流して買えるぐらいの価格ということですか。安いお手軽な。そうだよね。でも結構さ、すごい昔からあるイメージ。いや昔からありますよね。そんなに若手じゃないんじゃないって気がするの。これ好きっていう人って、あんまりそういうちょっとおもちゃなじゃないですね。推理しづらくなる、名前出しづらくなるわ。あれ、そうそう、分かった、そう分かった。だ豚麺でしょ、この豚好き声優です。あいつだ、誰、それはまだ言えない。それは俺が言ったら、俺も多分これ結構、あ、もう何、結構自信ある、多分そうだろうなっていうね。よいしょ、いただきます。いつぶりだろう、豚麺。いただきます。あ、うまっ。おいしい。ちなみになんかヒントがあるみたいなんで、そのヒントを、確かに広すぎるもんね。聞いてみます。聞きたいです。じゃあ最初のヒントお願いします。よろしいですか。はい、ヒント1、お二人より年下です。下？あ、違ってたわ。じゃあでこれがちょっと追加の情報になるんですけど、追加、はい、この方に関しては情報が、めちゃくちゃ古くて10年以上前の情報なんで、今は違う可能性大です。10年以上前の情報ってことは10年前にはもうデビューしてるって間違いないですね。でそのデビューしてて、かつ10年前にそういう情報を発信できるだけの、やっぱその人気というか知名度があるってことは、やっぱ結構な、でもそうだ、でも下なんですね。フリップに名前を書いてこう。なるほど。はい、書きました。ではせーのでいきましょう。はい、せーの、ドン！ドン！コマちゃん。コマちゃんね。コマだ。コマだ、渡るくん。これ、江口拓也。おー。どうでしょう？江口拓也。白井さん。あ、正解です。あー、いいね。そうなんだ。すごっ。いや、やっぱね、豚麺みたいなね、顔してるからね。おー、どういう顔？どういう顔？1ポイントリードです。なるほど。歌舞伎揚げでございますね。僕が小さい頃からあるイメージがあるから、そうすると僕世代から上なのではって思っちゃうんだけど、でも白井のも好きっていうから、難しいね。これを好きそうな人ですね。なんか歌舞伎って言う人あれ声優せーの、どん、森久保さん。あ、僕関東か。あー、でもそういう世代なんか、そう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 。さあどうでしょう、ショル君。残念。あー、違ったと、もう違いますね。ヒント2ですか。ヒント1、大ベテラン。おー、大ベテラン。じゃあもっと上なんだ。そういうことだね。せーの、はい、はい、お疲れ様、池田修一さん。歌舞伎揚げ、似合いそう。CM やってそう。 CM やってそうですよ ね、 すね。もう大塚さんも低い声で、うんうん、歌舞伎揚げ。これいい線いってるんじゃないですか。どうでしょう。残念。あー、残念。まあまあまあ、まだヒント1個目ですよね。まあそうだよ、そうだよ、じゃあヒント2個目のヒントお願いします。はい、ちょっとヒント1と、まあ、似てるんですけど、はい、ヒント2、大御所中の大御所。いや一緒だよ、もうだんだん、もう俺出しちゃったよ。そうだね、大御所中の大御所カードを出しちゃった。大御所中の大御所、わかりました。ではいきましょう。せーの、池田雅子さん。雅子さん。あ、確かに、これ僕の予想だと、3つ目のヒントは、あ、ベテラン。全部同じことしか言ってない。さあどうでしょう、
二人とも違います。あー違うの。違います。そうですか。じゃあもう3つ目のヒントにかけるしかないですね。そうだね。じゃあ3つ目のヒントよろしいですか。お願いします。ヒント3 XYZ。 はい。え、俺の中でも遊戯王の XYZ カタパルトドラゴンしかない。この方の代表作の用語です。なんとなくね、うん、せーのドン。はい、小杉十郎です。ああ僕三谷由美さん。違います。なんすか正解。誰ですか。正解はですね、神谷明さんです。うわー、一応思い浮かんだんだよ。あー、XYZ。シティハンター。なんか掲示板に。シティハンターか。さあ、続いてドン、ベビースターラーメンです。こちらもね、もうおやつアンパニーさんの代表作ですね、うん、いや、これもみんな好きでしょ。世代も広そうね。世代広そうですね。じゃあ行ってみましょう。はい、せーの、ドン。ドン坂口ですか。あー、ケン。確かに若い、ケンさん。お若い、うん、残念、違います。まあ、そりゃそうだ。まあまあまあ、ノーヒントでね。ノーヒントで書いてもジャブジャブ言うこれよ。じゃあヒントちょうだいよ。はい、ヒント1、うん、元子役。でもいっぱいいるな、元子役。いるね。じゃあ行きましょう。はい、せーの、ドン。はい、僕は波川さんです。お、僕は木村良平さん。うん、残念、違います。波川さんと心がベビーですよ。いつまでも若いね。いつまでも若い。そうそう。じゃあ2つ目のヒントお願いします。はい、ヒント2、絶対音感の持ち主。いっぱいいるでしょ。わかんない。ヒント3、はい、声優アワード主演男優賞受賞済み。男性だ。いやー、いっぱいそうだけどな。じゃあいきましょう。せーの、ドン。内田さん。内田さん。こうなるかな。違うんです。正解は、正解は、豊永俊之さん。あ、豊永さんもそうか、子役か。そっか、なるほど。豊永さん、子役のイメージ、もうなんか抜け出たわ。はぁ、ベビースター。あー、ベビースター好きそう。好きそう、好きそう。うん。続いては、はい。これだ！ダーン！いや、これも嫌いな人、そうそういないんじゃない？うまいよー。これはちょっとノーヒントでいくのよ、なかなか。確かに確かに。ちょっと難しいんで、ちょっとまず最初にヒント聞いてもいいですか。はい、ヒント 1、はい、先輩声優。あ、先輩。はい、僕よりも先輩。ちょっとそこを明言しちゃうと結構絞られてきちゃう。あ、なるほど。これざっくり先輩声優と思っていただければ。確かに僕からしたら後輩だってなると思う。そう、かもしれなくなっちゃう。このヒントだけだとな。とりあえず、とりあえず、うん、はい、はい、せーの、ドン。平川先生ですか。あ、平川さんね。俺はここで波川。なるほど、なるほど。残念、違います。違います。そうそうかもしれない。そうそう、川大好きですね。じゃあヒント2お願いします。はい、ヒント2、嵐のメンバーと仲良し。え、声優で。はい、そんな人いないよ。あ、でも、まあだからメディアに出ているってことですよね。つまりは、せーの、ドン。神谷浩史さん。あ、僕カジユです。めちゃくちゃ進撃の巨人じゃん。どうでしょう。違います。あ、違うの。ヒント3にかけるしかないな、うん、はい、じゃあヒント3、はい、はい、鬼滅に出ている。あー、正解は、下野紘さん。あー、下野さん抜けてた。そうだそうだ。どう、あ、好きそう。確かに。相葉くんだっけ。あ、そうですそうです。そうだよ。さあ、じゃあ続いてはこいつだ。
サートが 2K ルクルセアトゥおわどうでしょう、何だとえ、あ、マスターマスター何だとマスター、あなたいや、別に敵じゃないよ確かに確かに同じメーカーのどっちも美味しいです、どっちも美味しいですしょっぱいもの食べた後の甘いあそうだね、確かにこの流れうん、もうこの人しか甘いから本当本当そんなに俺全然なんだけど、ノーヒントでいく行きましょう、せーのドン、はい、小林雄介はい、竹内純子さんタケノコですから、竹内純子さんなるほどね、なるほどねもう答えですもん残念、違いますまあまあまあ、ノーヒントだったからさヒント1、主役声おい、竹内純子さんそのまんまや、そのまんまや行きましょう、はいせーの、ドンふやとさん僕は松岡由志君まあ、確かに主役声ですねそうそう主役声は、まあ、とんでもない数の主役をやってきてらっしゃる、まあまあねうん、違いますヒント2男性アニメの主役やりがちだからもういや男性アニメ男性アニメの主役やりがち男性アニメって何ハーレムものの主役とかかなこの子が喜ぶ熱血系ヒーロー熱血アニメ系主人公のその線もありますけどね。で行きましょう。せーの、ドン。ひなさん。僕山下大輝くんですか。確かに熱血系の方、ね。そうそうそう。熱血系の。そう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 。ロボットアニメとかね。残念。違います。じゃあ最後のヒントお願いします。はい。ヒント3、うん、白井さんの先輩。お。だけどマッピーさんは似て。感じたら後輩先輩かよしはいこれはあり得るんじゃないかあり得るんじゃないですか行きましょうせーのドン小野ゆうちゃんあっここで梶裕貴残念違ううわーあれあれいやもういないよここまでは正しかったりしませんかじゃあ違いますえ大阪亮太ではないな正解ですそうそう事務所のねいやー悔しい次がラストです、ね、あ次ラストやべもうここやばここで当てないとですよ全然当てられないさあ最後のお菓子ドーン柿の種これはでもなんかおつまみ感覚ですよねそうなのだからうんお酒好きな人なのかなって思っちゃううんちょっとこれもヒントちょっと先にいただけるといいのねはいヒント1おしゃれおしゃれこだわり持ってる感じうーんでもどうでしょうねおしゃれと柿の種はなかなか結びつかないですよねおしゃれはいせーのドン早見翔さん中島よしおおなんかちょっと柿の種とか食べてたらちょっと可愛らしくないですかいやでも可愛らしい感じで好きそうですけど僕よしきはその自分の服とかブランドもやってるからそういう意味でやっぱおしゃれだなという違います違いますねまあまあまあまだまあ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 じゃあ2個目はちょっとお願いしますはいヒント2年齢不詳えあれやっぱりはいはいいきましょうせーのドン青井翔太ケンここでのケン違いますあれ何変わって可能性もあるよねそういう方がの方が年齢不詳って言われるかもしれない、うん、確かに確かにあおいやまあでもでもさもう一個ヒント聞いとこうよいきますかはいなんか思いじゃあ最後のヒントはい、ヒント3、うん、ヒップマイいやいやだから違う違うそれはさそれはそれはずるいよそれは俺はそのヒントが出る前から分かってたよこの人でしょうせーのドン黒田高いあれ浅沼慎太郎さん確かに確かに平井さん正解ですいやそうですそうです浅沼さんの年齢不詳ですよ確かに確かにうん黒田さんまあ、ね、ある意味年齢不詳でしょうおしゃれでもありますそうこだわりがね、うん、ファッションされてますからでも柿の種めちゃくちゃ好きそう飲みながらそうやっぱこれだねあ、そう
そうなんだ、浅沼さんは柿の種か。あ、なんかこれどっかで聞いたことあるかもしれないな、もしかしたら。誰も当てられなかったんだよ。いや、ほんとですね。結果、僕の2ポイント、まっぴさん0ポイントということで、足しちょっとじゃない。足しちゃいそういう、そういう理由です。いや、でもなんか、そう、いや、意外なね、まあ、うん、実際本当にこれがそうなのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、今度じゃあ、僕会った時にちょっと聞いてみます。変わってるかもしれないかもね。ということで、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ね、悔しい。お菓子って美味しいな。美味しかったです。ごちそうさまでした。